雇われた。だけど騙されたのはどうやら俺らしい。絶望的なノルマがいつだって俺をせき立てる。こんな調子じゃ週末にいっぱいやる余裕もない。最悪とまではいかないが、ここぞってとこで決まらねえ。俺は下から2番目の男。主任はいつもイライラして、俺たちに当たり散らす。社長と来ればどんなやつかさえも知らない。だと思うようなやつもいる。口答えもせずドジを踏む、うろたえるクズ野郎さ。最悪とまではいかないが、ここぞってとこで決まらねえ。俺は下から2番目の男。酒をこぼしたおっさんをぶん殴った。月曜の朝、俺は突然事務所に呼び出され、俺に殴られた顔を晴らした社長に首を切られ